五千駅前村松市街五千市は、新潟県の下越地方にある市である。越後平野の東にあり、阿賀野川と創出川が市内を流れる。ボタン栽培が盛んで、苗木で全国一位、切り花が全国二位の生産量を誇る。また、ニット製品の全国的な生産地である。新潟都市圏に属している。 新潟市への通勤率は22.5%。地域には南北に五泉、村松の二つの市街地がある。五泉市街の空中写真。1975年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。菅長区、大倉山には、基地、清水、ドッパラ。 清水という湧水がある。また市内の水道は地下水を利用している。五線市及び隣接する阿賀町における平成の大合併の地図。五線市街は新潟県道7号21村松線沿いを中心に古くからの町並みや商店街が形成されている村松体育館桜アリーナにある村松平営跡の日周辺には門中などの遺構がある。五泉は 在京町の性格を持つが、村松は近世には、村松藩の城下町、近代には、軍都として発展した。村松市外では、日露戦争を記念して設けられた、村松公園周辺に、軍の施設の遺構が一部残っているほか、国道290号のクランクなど、城下町の名残もある。九百十三年十月四日には、市内で大火が発生。 約1600個が消失した2016年5月に解消した村松支所新庁舎突なき場合、歴代の市長による五千メリアス会館。2021年にリノベーションが行われニット PR の拠点となっている。古くから絹織物の産地として知られ、戦後から現代にかけてはニット生産が盛んである。ブランド化が行われているほか、 2020年の新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、ニットマスクの生産も行われている。また、殿下の主要生産拠点が市内に置かれ、国内インフルエンザワクチンの2から3割がここで生産されている。地域北部には2003年に発見された南、桑山油田があり、石油の採掘が行われている。前述のように、 五線村松の漁師街地には、ガンギや、片持ち式アーケードを備えた、商店街が存在する。五線市街には郊外を中心に、原深夜にイつツフードセンター、キューピット、ウオロクをはじめとするスーパーマーケットが多数、出店しており、村松市街の郊外には、ピアレマートなどが出店している。かつて、五線市街には、以下の大型店もあった。 周廃郵便局、無周廃郵便局、関郵便局、羽ばたき信用、組合五線支店五線駅、村松駅、バスターミナル東日本旅客鉄道1999年までは、神原鉄道の路線があり、以下の駅が、現在の地域に存在した。五線市では、五線市公共交通時刻表が発行されている。路線バス市内発着の路線バスは、 新潟市秋迫の新津地区中心部に至る路線と、阿賀野市安田地区中心部に至る路線の2路線で、いずれも新潟交通観光バス京河瀬営業所が運行している。2010年9月末までは、神原鉄道グループも路線バスを運行していた。コミュニティバス高速バス市内発着の高速バスは、県内線1路線。神原鉄道が運行している。 高速自動車国道一般国道剣道メディアを再生する五千市の春の花々の空撮映像。水、場所、村松公園の桜、チューリップ畑、東公園のボタン。村松公園の桜日帰り温泉施設、村松桜ンド温泉と物産直売所、よりねいえ五千市立図書館桜ンド開館。ありがとうございます。